安倍のハルカス近鉄本店でバレンタインフェアの内覧会が行われました。ね、本年は推しをキーワードとした、推し活という形でチョコレートを多数、企画させてもらっております。今年の目玉としては、楠田絵理子様に、ご協力いただきまして、楠田絵理子様が自ら集めていただいたブランドが、8つ登場する、ショコラエショコラという売り場が、を展開させてもらう予定になっております。この中の中でも、チョコレート好きの方に、たくさん楽しんでもらえる、楠田絵理子様のチョコレートもそうですし、近鉄でしか買えない、チョコレートというのも多数ございますので、そういったものをこの中でも楽しんでいただけたらなというふうに思っております。以上、安倍の経済新聞が伝えしました。